フランカ・ポテンテはドイツ出身の女優。父親は教師。ポテンテというイタリア風の名字は19世紀にシチリアからドイツに移住した屋根吹き職人の先祖に由来する。ミュンヘンの演劇学校やニューヨークのリー・ストラスバーグ演劇学校で演技を学んだ。1998年、トム・ティクバ監督のダンローラランのヒットで世界的に知られるようになった。 2001年のブローカラはアメリカ映画にも出演し、ボーンアイデンティティではマットデーモンを演じる主人公の恋人役に抜擢された。2007年にはエリック・バナと共演したオーストラリア映画ディア・マイ・ファーザー。2008年にはスティーブン・ソダーバーグ監督ベニチオ・デルトロ主演のチェ28歳の革命39歳別れの手紙に出演。執筆業にも 興味を示し、2010年には日本を題材とした短編小説集とセイを上司。ランドーラ・ランのティクバ監督と交際していたが2002年に別れている。その後、トライセブンティーンで共演したイライ・ジャウッドと短期間交際している。2008年にディオと呼ばれる36歳のビジネスマンと婚約した。彼はヨーロッパに住むアメリカ人で、二人は アムステルダムで出会った。2012年にパートナーである俳優、デレク・リチャードソンとの間にジョジが誕生。同年にリチャードソンと結婚。ドイツ語の他に、英語とイタリア語も話す。 フランコポテンテバイオグラフィーハット http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ nm0004376 スラッシュパイオハットフランコポテンテミットアマリコナーバーラブットありがとうございます